やっと片付いた。早く追いかけないと。相棒？いいところに来てくれた。今友達とフクロムジナという強い妖怪を追いかけていてね。もちろん俺の友達から聞いたのさ。噂によると強大な妖力を持っていて、稲妻の野外を容赦なく破壊して回っているらしい。こっそり外へ遊びに行く子供を見つけたらすぐさまいたずらをするんだとか。例えば子供たちの左右の靴紐を気づかれないよう結んだり、泥と草を木からぶら下げて果物に変えた後それを食べさせようと騙したり、あとたまに手下のコムジナを子供たちの親や先生に変化させて驚かすらしいね。こんな恐ろしい妖怪放っておくわけにはいかないだろう。もし時間があるなら一緒にフクロムジナに会いに行かないか。お、宵美はお嬢ちゃんのことを知ってるのかい。そいつは奇遇だね。でも今は世間話しているような時間じゃない。宵美やお嬢ちゃんたちはこの先でフクロムジナの後を追っているところだ。あの子たちのためにも後ろをしっかり守ってやらないと。フクロムジナの逆鱗に触れて背後から奇襲を仕掛けられないようにね。やっと片付いた。相棒？いいところに来てくれた。今友達と、もちろん俺、例えば子供、あとたまにこんな、もし時間があるなら一緒にフクロムジナに。およ、でもあの子たち、
袋ムジナ、ここにもいない。ヨイミヤお姉ちゃん、本当に近くにいるの？もしかしてもう縄張りに入ってるのかな。私ちょっと怖くなってきたかも。そう怖がらんで、こっちは来ない人がおるんや。それにぎょうさん花火を持ってきとる。怖がるんは袋ムジナの方や。そうそう、タルタリア兄さんだって後ろにいてくれてるし、何も怖くねえって。見てみ、旅人や。前におったあのお兄さんや。袋ムジナなんかやない。そうや、最近袋ムジナの動きが前より活発になってな。真っ昼間から人にちょっかいを出すようになったんや。宿題を書き換えて恥をかかせただけやなく、おやつを盗んだりおもちゃまで壊したりしたんよ。だから俺たち、ヨイミヤ姉さんと一緒にここまで来たんだ。袋ムジナを完全に追っ払うためにな。ああ、あのあんちゃんな。あの人は、うちが袋ムジナ退治のために呼んだ専門家や。花火は袋ムジナをびっくりさせて逃がすだけやろ。せやから、ちゃんと退治するには腕の確かな専門家に頼まんと。タルタリア兄さんはすごいんだ。魔物を倒すとき動きが全然見えないんだぜ。シュシュって音がしたら魔物が全員倒れてるんだ。はあ、タルタリア兄さんが戦い方を教えてくれたらいいのにな。袋ムジナを倒したら一緒に聞いてみよな。今一番大事なんは袋ムジナの痕跡を探して奴の住処を見つけることや。そしたら俺たちはあいつと勝負できる。そうや、それで一緒に倒すな。シー、声を抑えて岩尾たちに聞かれんように。あのタルタリアいうあんちゃんやけど、ファトゥスなんやろ。作次郎がこの前あの人のことについて話してたんや。あと BU エコーで何をしたかも、あのあんちゃんが危険なのはうちも知っとる。せやけど岩尾を助けてくれただけやなく、子供たちと一緒に遊んでくれた。それに興味津々って感じで袋ムジナを探す手伝いも約束してくれた。ファデュイは恐ろしくて危険で、見ただけで距離を置きたくなるような存在やって人から聞いとったけど、あのタルタリアっちゅうあんちゃんはずっと子供たちの相手をしてくれとる。しかも真剣に袋ムジナの強さについて話し合っておった。うちが見た感じ、タルタリアのあんちゃんが子供たちと接する気持ちに嘘はあらへん。子供たちの目にもきっとあのあんちゃんは頼りになるええやつに映っとるはずや。うちは思うんよ、タルタリアの兄ちゃんの正体が何であれ、今はええことをしとる。せやからそれにふさわしい接し方をするべきやって。せやけど心配せんといて、うちもちゃんと警戒するさかい。絶対に気緩めんから。うん、ありがとうな。あんたがいるとうちも安心できるわ。袋ムジナ、ヨイミ。そう怖がらんで。そうそう、タルタリア兄さんだって後ろにいてくれてるし、何も怖くねえって。わあ、ヨイミお姉ちゃん、タルタリア兄さん、袋ム…大丈夫やって。ほら、よう見てみ。そうや、
宿題を書き換えて恥を書かせただけやん。だから俺たち、宵宮姉さんと一緒に。ああ、花火は、タルタリア兄さん。ああ、袋無地な今一番だ。そしたら、そや、それで一緒に倒すな。しー、声を抑えて、岩尾たちに聞かれんように。あのタルタリア、あのワンちゃんがキッファデュイは恐る。あのタルタリア、うちが見た感じ、うちはおせやけど心配せんといて。うちもちゃんとけ、ん？ありがとうな。行きましょう。